はい、じゃあ行きましょう。ここでは英語の挨拶について勉強します。だんだんね、英語の勉強っぽくなってきましたね。で、この挨拶も結局決まり文句なんですね。朝道で出会ったら日本人はおはようって言う、アメリカ人はなんて言うか、寝る前に日本人はおやすみっていう、アメリカ人はなんて言うか、決まり文句なんですね。決まり文句を覚える、つまり単語を覚えるのと一緒です。いきなり書けなくていいんで、まず言えるようになってください。そしたらいけますよね。だから、ここにね、英文ずらーって書いてるけども、これはいきなり書く必要ないです。まず言えるようになってください。ね、そしたらコミュニケーション最低限取れますよね。まず言えるようになったらいいと。おはようは、good morning です。good morning。これ、書いたらこうなんです。グッドは良いっていう。モーニングは朝です。いい朝ですねって言ってるんですね、アメリカ人は。みんな朝出会うと。いい朝やね、今日って。それが日本語になると、おはようになってるだけと。そういうことですね。こんにちはは、ハローと、はいです。ハロー、はい。っていう感じで、出会ったら挨拶するんですね、街で。こんばんは。夜ぐらいになった時は、Good evening って言います。Evening は夕方です。良い夕方ですねって言ってるんですね。だから、それが、日本語で言うと、こんばんはじゃない。こんばんはになると。おやすみ。寝るときは、Good night です。Good night。良い夜をって言ってから寝るんですね。この辺はもうシンプルですね。良いなんちゃら、良いなんちゃら、良いなんちゃらです。ね。でもこの辺はとにかく声出して読みまくってたら覚えます。ね。だから声出していきましょうと。さようなら。これも日本語になってますよね。Goodbye とか Bye です。Bye-bye とかもありますよね。Goodbye、Bye です。まず言えるようになってください。書くのは二の次でいいですよ。ありがとうも英語になってますね。Thank you、Thanks。ね。これも聞いたことありますよね。じゃあまず言えるようになりましょうと。で、ラスト。これが僕らにとって一番大変ですね、今回。逆にこれが今回いけるようになると、これからどんだけ長い単語が出てこようが、これより長い単語ないですよね。これも一つの決まり文句、一つの単語やと思って覚えていきましょう。でも分解する。まず、お元気ですか？これは How are you なんです。お元気ですか？ How are you？ そう思ってください。だから街でみんなに友達と出会って、お、調子どうって言いたいとき、How are you？ って言ったりですね。で、答える側は、元気ですって言いたいとき、I'm fine。I'm は、私はほにゃほにゃですって意味。fine は、なんか調子いいときに使うことです。天気とかでもいいです。晴れのときは fine って言います。元気です。I'm fine って言います。ありがとうはよく言いますよね。thank you。I'm fine, thank you。あなたは、お前調子どうなんて言ったとき、and you です。そしてお前はです。そしてあなたは、ですね。How are you? I'm fine. Thank you. And you? なんですね。こういうふうに分解すればいけますよね。はい。ということで、まず読めるようになった。読めるようになったら次は書く練習です。ここからは、書くテストが必要な人とかね、そういう余裕がある人は、ぜひぜひ書く練習してください。Good morning. Hello. Hi. ですね。で、Good evening. Good night. Goodbye. Bye. ですね。Thank you. Thanks.これも長いですけど頑張ってくださいね。How are you? How are you? I'm fine. Thank you. And you? ですね。ここからは、書くときにできるだけ声出しながらね。英語はもう声出したもん勝ちです。声出す人ほど学習が早くなります。なんで、声出しながら書きながらやっていくと単語は必ず覚えられるようになります。ということで、ここでは挨拶について勉強しました。挨拶ももう決まり文句です。だからまず言えるようになろうと。言えるようになって、余裕がある人、もしくはテストで必要な人は書く練習もしていこうと。で、その書く練習をするときに必ずこの声に出す、音読をすると、もっともっと学習が早くなるということを確認しました。では、ノーヒントにできるようにね、しっかり練習していきましょう。